いっていう夢を応援してくれるはずだ。今の僕じゃ実力はまだまだだし、両親にも反対されてるけど、お願いだ、どうか助けてほしい。こんな身勝手な考え、スタンレーさんには言えないから。でも使い終わったらすぐ彼に返却するって約束するよ。かわいそうだな。おい、助けてやろうぜ。原油野郎も来るか。そうだね。一昨年一つ手に貴重な名刺を手に入れたんだ。武具探しを手伝ってくれたら、その酒を君にあげよう。ダダウパの谷だね。善は急げだ、すぐに出発しよう。ヒルチャールたち、何か儀式をしてるな。あのガラクタの中にあいつらが礼拝するものでもあるのか。間違いない、きっときらめく勇気の剣だよ。バーバラ、うっよっ、えいいた、うん、話が通じないなら、雪を舞え、アツアツでしょ、やっ、ミュージックスタート、桜吹雪、失礼。料理の時間だよ。
ほら、これがきらめく勇気の剣だよ。本気か？ただの古い剣だぞ。ヒルチャールのやつら、なんでこんなものに祈りを捧げてたんだ？おそらく、どっかの誰かがヒルチャールの戦利品の中にこの剣を入れただけだろうね。ボロすぎる。それに、何と言えばいいか、言葉が見つからないくらい普通だ。いや、ジャック、君はモンド城外にいる風昇蝶を見たことないかい？ああいう蝶も昼間は目立たないけど、夜になると目がくらむほど眩しくなる。まるで空を飛ぶ宝石のようにね。勇気だってそういうものだろ？平穏な人からしたら、その価値は理解できない。けど、いざ苦境に立たされた時、勇気だけが君を奮い上がらせ、窮地を脱する唯一の光となる。その通りだ。間違いない。これがきらめく勇気の剣だよ。うん。じゃあこれで剣は見つけたし、あとは盾だね。この辺りを探してみよう。きっとダダウパの谷のどこかにあるはず。おや？あれ？あそこに誰かいるぞ。スタンレー？どうして彼がここに？様子が少し変だな。どうしたんだ？急に止まって。なんでもないよ。コインをばらまく放蕩医たちが通っただけさ。何？どこにいるんだ？僕も見たい。君は武具を探しに来たんだろ。そんなもの見る必要はないよ。みんなを守るからね。あれが輝く意志の盾だよ。嘘つけ。どう見てもただの木の板だろう。ボロボロだし、タガで補強されてるぞ。誰があんなのを盾に使うんだよ。しかも酒のシミまである。まるで酒樽から適当に取り外してきたような。でも僕の吟遊詩人としての勘が、あれこそ輝く意志の盾だと言ってるよ。戦士は体にある傷を誇りに思うように、盾も同じさ。盾が綺麗だと、それは戦場で使われてないってことだ。ボロボロな盾こそ百戦錬磨の証拠じゃないかい？ボロボロになっても、戦場で最後の一瞬血がなくなるまで戦い抜く、そんな意志こそが貴重だ。そうだろ？そうだな。綺麗な盾なんてないもんな。じゃあヒルチャールに輝く意志の盾を譲ってもらう方法を考えないとな。こんにちは、ヒルチャールさん。だら。うわぁ、やっぱお前に任せる。聞いたことあるヒルチャール語を試してみたらどうだ。それとボディーランゲージで交渉してみよう。もしみた。うん、落ち着いてるし続けていいと思うぞ。ピトム。うん、ご機嫌な斜めみたいだぞ。お、わかった。ちょっとだけ歌うね。もしみた。うん、落ち着いてるし続けていいと思うぞ。マイベンブラッダー、マニー、マニーだだ。やった、輝く意志の盾をこっちに差し出したぞ。ありがとう、本当にありがとう。やっと惜しかったものが揃った。父さん、母さん、神器を見つけたよ。あ、待ってよ。
約束のお酒は？ここまで大変だったんだよ。あれ？スタンレーじゃないか。こんなところで散歩かい？あ銀融詩人か。奇遇だな。お前らも散歩か？そうだよ。食後の散歩ついでに友達の探し物に付き合ってたんだ。スタンレーは嘘つきかも。ますます怪しく思えてきたぞ。ジャックを傷つけないためにあらかじめ剣と盾を置きに来たのかもな。大冒険者はダダウパの谷に詳しいよね。何せここは君がかつて戦った場所だ。当然だ。目を閉じても迷子にならない自信があるぞ。なるほど。君の記憶力と根性には感服するよ。大冒険者だからな。それくらい当然だ。ここにはヒルチャールがたくさんいるから、お前たちこそ気をつけるんだぞ。ではまたな、若者たちよ。やっぱ怪しいよな。仕方ないよ、ジャックにあんなことを言ってしまったんだから。でも改めて見ると実に面白い。過去を忘れたくないから今を捨てた人、もし彼が未来への一歩を踏み出さなければならなくなった時、その一歩はどこへ向かうのだろう。あ、どういう意味だ？ただの独り言さ。そうだ、今夜はエンジェルズシェアに行ってみよう。珍しく丘に長くいるせいか、少し慣れないな。スタンレー、どうすればいいか教えてくれ。ん？なんで自分の名前を呼んでるんだ？それはないかな。スタンレーが二人いるなんて僕も聞いたことないもん。スタンレー、あの時神社区会で死ぬべきだったのは俺だった。なぜお前の名前を語ってるのに俺はお前の魂をつなぎ止められないんだ、スタンレー。新米の俺をかばわなければあの風のない場所でお前が死ぬことはなかったのに。お前には偉大な大冒険者の肩書きがある。でもクズの俺なんかのためにもう伝説になれないなんて。これは一体どういうことだ？多分彼は本当に神社区会にたどり着いたんだろう。そこであった危機も本当のことなんだ。ただ彼と共に冒険をした仲間こそが本物の大冒険者スタンレーだったんだよ。本物のスタンレーは
僕たちの知るスタンレーを助けるために死んだんだろうね。あ、じゃあこのスタンレーがスタンレーと名乗ってるのは彼がそいつの名前を盗んだから？そういうことだと思うよ。スタンレー、もう何年経った。モンドの人々がお前のことを忘れていくのが怖くて、俺はあちこちでお前の話をした。俺はモンドの人々にお前を覚えていてほしい。スタンレーが神爵界にたどり着いたこと、そして偉大な冒険者であり彼が生きていること。スタンレーは死なない。なぜなら俺がスタンレーだからだ。俺がスタンレーだから。すまないスタンレー、俺も年を取った、年を取ったんだ。お前たちいつまで盗み聞きしてるつもりだ。まずい、気づかれた。行け、何も聞かないでくれ、一人にしてくれ。でも行け。二度は言わんぞ。よくし、ウェンディ、それとパイも。よかった、みんなここにいたのか。あちこち探したよ。お礼を言いに来たんだ。君たちが剣と盾を探してくれたおかげで両親がやっと認めてくれてね。おや、それは本当かい？本当さ。金を出してきらめく勇気の剣と輝く意志の盾を直すと言ってた。それはよかったね。それでジャック、君はモンドを離れてテイワット大陸を旅するのかい？いや、しばらくはモンドにいるよ。今の僕の実力じゃ遠くへ行けそうもないから。それにスタンレーさんの話をもっと聞きたいからさ。なんたって彼が僕の夢のきっかけだから。スタンレーさん、ああまた酔っ払ってる。また明日スタンレーさん、酔いが覚めたらまたお話を聞かせてくださいね。スタンレーはことが気に入ってるんだろうね。君はどう思う？ジャック、ジャック。ジャックならもう帰ったよ。そうか、俺の秘密を守ってくれてありがとうな。あ、急に現実を見るようになったのかい？今までの君らしくないね。俺はさっき彼を見る勇気がなかった。彼の冒険に対する情熱は何の雑念も含まれてないからな。俺は疲弊した嘘つきだが、あの子はまだキラキラと光を放つルーキーだ。だからこそその夢を壊しちゃいけない。嘘つきってこともないだろ。だってスタンレーの冒険や経歴は全て本物だから。冒険、経歴。もういいよ。実はな、今となっては冒険のこともスタンレーの記憶ももうはっきりとは覚えてないんだ。これこそが俺の最大の秘密であり最大の恐れ。ここ数年俺は彼の話を伝えるために生きてきた。しかし彼の性格、彼の人生、それら全てをほとんど覚えてないんだよ。俺が唯一忘れられないのは彼が風のない神爵界で死んだこと、そして風が彼の魂を連れ戻せないことだ。うん、そうだね。本当のスタンレーは彼の記憶の中にある生き生きとした友達とは違う。傷だらけの戦士として彼の人生の全てを束縛してるんだ。俺は年を取ったんだ。いくら拒んでも手放す。俺は役立たずだ。本当に役立たず。だが
冒険者はこんな形で死んではいけない。いけないんだ。ハンス・アチェボルド。なんで俺の名前を。風？神弱界で求めても得られない風の音だ。俺はずっとあなたの存在を信じていた。旧友の魂任せてくれないかい。ありがとう、ありがとう、バルバトス様。すまない、気持ちの整理に少し時間が必要そうだ。でもきっと俺は大丈夫だと思う。うん、めでたしめでたし。スタンレーは本当の自分を見つけて、ジャックも自立できた。おめでたいことがたくさんあったら祝杯をあげてお祝いしないとね。このままこの酒場で飲む気か。ここのお酒は高すぎるからね。それにジャックがくれるって言ったお酒がまだでしょ。報酬に貴重な名酒をくれるって言ったのを覚えてるかい。僕は彼からお酒をもらってくるよ。後でいつもの場所で落ち合おう。え、いつもの場所ってどこだよ。おい待てってば、銀遊野郎。おい、はっ。来たね。分かりにくかったぞ。次はこういうのやめてくれよな。そうだ、銀遊野郎、酒は手に入ったか。手に入れたよ。ジャックのやつ貴重な名酒って言ってたけど、結局ただのアップルサイダーだったよ。懐かしいな。初めてここで景色を眺めた時、僕はこの姿じゃなかった。だいたい2600年くらい前かな。この世界がまだ七神の管理下に置かれていなかった時代。あの頃、旧モンドは暴君が吹き起こした暴風に囲まれていて、鳥すらも行き来できなかったんだ。旧モンド？ああ、思い出したぞ。今の風流廃墟だろ、お前が前に言ってた。その通り。かつてあの高い塔を統治した風の暴君は竜巻の魔人デカラビアンだ。あの時の僕は千の風の中の一つで、神でもなく
人の姿でもなかった。風の中の些細な元素の精霊、小さな天気と希望をもたらす風だったんだよ。元素の精霊？人の姿じゃなかった。あれ、幻影野郎、昔はこんな感じじゃなかったのか？うん、今の僕の姿は実はあの偽物のスタンレーと同じ。友達のものを借りたんだ。僕が話す物語は旧モンドの始まり。あの暴君が治めた国で僕はある少年と知り合った。少年はライアーをつまびき、自分の歌を探していた。しかし彼は風の壁の内に生まれ、青空を目にしたことがない。鳥の飛ぶ姿が見たい。少年の眼差しは強く、瞳には光が宿っている。しかしその声は風の音にかき消された。なぜなら竜巻は傘下のみを受け取り、他の音を残さないから。本物の空、鳥かごの外にある詩と歌、それは戦うに値する願望ではないだろうか。だから少年は僕を誘ったんだ。僕と共に暴君を倒し、風の壁を壊そうと。少年は反抗の旗を掲げ、僕も自由を求める戦争に身を置いた。鳥かごを破る者たちは勝ち続け、真意は崩れ、旋風は乱れ、国々は震えた。荘園の中、僕たちは暴君の結末を見届け、怪人の中、僕たちは高い塔が崩れ落ちるのを見届けた。こうして新しいモンドが始まって、それから誰も王座に上ることはなかった。その後は？お前の友達、その後どうなったんだ？パイモン、その後の話が知りたいかい？当たり前だろ！もったいぶらないで早く教えてくれよな！なんで急にリンゴなんか食べたくなるんだよ！お腹が空いたんだね。仕方ないやつだな。ああ、君は賢すぎると僕はたまにそう思ってしまうよ。でも友達の間ではこういう暗黙の了解があった方がいいのかもしれないね。ビッシュ、そよ風、こういう時はいつも思い出してしまうんだ。彼から教えてもらった歌をね。飛べ飛べ飛ぶ鳥のように、僕の代わりに世界を見て、僕の代わりに高い空へ。